平等と我がままを一緒にするんだって話なんですよこれは先週土曜日名古屋市が主催して開かれた市民討論会での一幕そこで参加者の一部から上がったのが僕はね生まれながらして不平等があって平等なんですよだからエレベーター必要ない私は思いますよどうですかね皆さん本当の木造を作ってください 障害のある人に向けられた差別的発言です討論会のテーマは名古屋城バリアフリーに関するもの今名古屋市では河村市長肝入りの一大事業として名古屋城天守閣の木造復元計画が進められているのですが歴史的事実を再現するという本質的な部分については変更はしません たびたび議論されてきたのがこのバリアフリーの問題でした実はこの名古屋城、当時の様子を復元するための貴重な資料が多く残されている日本でも数少ない城そのため、より忠実に復元するということでエレベーターは設置せず、昇降機を導入する方針を示してきました。

はい、それでは、ちょっと聞かせていただきましたけど。まあ、熱いトークもありまして。あ、なんか良なか,かったですね、まあ。なんかね、本物、やっぱ、残してきていな、これ。愛する名古屋を盛り上げようえということでございます。この対応が波紋に。昨日、会見で陳謝しました。はい、ええー、それでは。差別発言があったとすりゃ、それは、それは。 遠慮してくださいよというふうに、まあ、とっさに言えるかどうか分かりませんけど、すべきだったと何でも言っていいわけじゃなくて、そんなの言われたら、どれほど傷つくかなんて、もう自分の生きる価値っていうか、全否定されてるようなものですもんね。